こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。あなたがあと10年以上生きるなら、自力で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける問題、人口減少、年金問題、不景気の長期化と。これは3つは何が原因でどうなったというね絡み合った問題なんですけど、まあ、人口は減っていく。しかも働く人が減っていく。でも年寄りが増えていく。そうすると当然、 年金という制度はもう維持できなくなると。えー、働いてる人より年寄りのが多かったんだ。支える人より支えられる人が多かったら支えられるわけがない。まあ、そういう日本の状態ですから、景気も良く,くなるわけがないというようなね、もう、何てうんですかね、どうすりゃいいのとお先真っ暗というような状態です。まあ、そんな日本人が今のうちに身につけるべきは輸出ビジネスで稼ぐスキルと。 この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。何しろアマゾンを使ったビジネスは結果出るのが早いです。アマゾン輸出を始めて半年で月10万か70万稼げるようになってます。売上が3000ドル。 ね、US3000 ドルですね、えー。すなわち3割強、えー、が利益なんで、えー、大体900ドルちょい、ね、10万円。この方は6000ドル、ね、20万ですよね。1万1000ドルになると、えー、30%、3300ドル、40万弱と。でさらに、ねえー、2万1000ドルまで行く方は、ね、もうこれはもう70万超えというようなね、えー、これがわずか、ね、アマゾン輸出を始めてから、 半年後の成果です。まあ、オーストラリアアマゾン。これから稼ぎやすかった頃のアメリカアマゾンのように、あるいはそれ以上に稼ぎやすい状態になります。日本に生まれたのにアマゾン輸出をしないのは損です。これから一番稼ぎやすくなるオーストラリア市場、アマゾン市場はオーストラリア。日本製品はオーストラリアで高く売れます。 何しろオーストラリアは27年間後継期続きと。日本とは正反対です。さらに、人口が増えていると。日本の問題はね、要は人口が減って、しかも働く人が減っているとい少子化が一番の問題なんですけど、オーストラリアは逆にワーキングホリデーという制度なんかで積極的にね、若い働き盛りの人をどんどん増やしていると。景気がいい。オーストラリアと日本正反対。 そしてとうとうオーストラリアはスイス人を抜いて世界一の金持ちになりました。これは単純にね所得多い少ないを合わせて平均ということにすると貧しい人が多いのにね平均は高いというような日本と同じようなことになります。ところがオーストラリアは所得が平均の人が一番金を持っているという国になってます。ねそれススイス 何でも物価が高くてね、わりと勤勉な印象があるスイス人よりも、えーまあ、物価は高いな人ですけど、まあ、オーストラリアン、ね、あまり働かないです。だけど、金持ちになっちゃった。理由は27年間、後景気続きでしたから、株と不動産が上がったというのが一番の原因です。ですからね、苦労せずに気づいたら大金持ちになってるんで、金遣いは非常に荒いです。 実はね、お金持ってる人とお金を使う人っていうのは人種が違うんですけど、オーストラリア人はお金を使う人なのにお金を持ってるというね、世界でも稀な、珍しい、羨ましい国です。そんなオーストラリア、ね、例えば逆に日本国内で完結しましょうと、ね、いうことで、えー、日本に輸入して物を売る。これ全然稼げないんです。私も初めは輸入ビジネスに取り組みました。 しかし日本人は品質だけでなく価格、包装、梱包、配送日数、正確さ、アフターサービス、すべての要求が厳しいです。アメリカでは新品で通用する商品が日本では中古品どころかゴミとしての価値しかない。まあ、そんな残念な体験もしました。また、輸入ビジネスや背取りで稼げなくて宿泊していた人に Amazon 輸出を進めて稼げない副業から稼げる本業に変化して 会社の社長になった会員さんも何人もいます。世界最高の仕入れ場所。それは日本え。良い品でも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。私の世界旅行も最初は良い商品の仕入れ先を探すためでした。しかし今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上回って強く実感しています。 物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあると。例えば、100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。これらの商品は実際に売れている商品です。くっきり二重まぶたにするアイテープ。100円で仕入れたものは1307円で売れていると。13倍ですね。軽い粘土。ふわっと軽い粘土。100円で2個買って200円のものが1025円。5倍です。 それから、ね、同じ粘土色違い、ね、100円で買ったのが、えー、989円。これ約10倍ですね。さらに、ね、そんな粘土売れんかいなと、ね、今度6個にして売ってみました。6個だと数が増えるとさすがに総額が張るんでね、ちょっと値段落ちますけど、それでも3倍。ね、6個で600円が1984円です。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。そして、 日本といえばおもちゃ強いですね。ベイブレード。これは1328円で仕入れたベイブレードが3776円3倍で売れてます。それから、オーストラリア市場で日本製品を販売するのがどれほど魅力的かは、オーストラリア Ebay の製薬状況をチェックすると予測がつきます。これはね、Amazon まだ始まったばかりですけど、Ebay は歴史がありますんで、Ebay をチェックするとどんなものが売れてるか。 ねえー、見ることができますで例えば炊飯ジャー31,689円で仕入れたものが1.9倍 59,、59,507、ま、円、あ、1.9倍と倍率は大したことないですけど、ないしろね31,000円のものが59,500円で売れるわけですから、まあ、これは非常に儲けやすいと。それから炊飯ジャー同じ炊飯ジャーで15,230円で、えー、売ってるもうちょっと安めの機種32,014円。 業務用の炊飯茶、2升炊き。どんだけ飯好きなんだみたいな感じですけど、やっぱね、お米、炊飯茶を一番上手に作ってのは日本なんで、炊飯茶人気あります。えー、25,490円で仕入れたものが2倍の57,986円という金額で置いてます。それからヘアアイロン。ね、2,469円で仕入れて2.8倍の6,867円と、ね。ワイヤレスコントローラー。 8500円で仕入れて1万5122円コピック8849円で仕入れて1万4817円プラモデル戦艦ミカサ7708円で仕入れて1万4786円そしてこの、ね、タミヤのプラモデルのパーツこれなんかもうすごいですよねドゥカティってオートバイ用のパーツですけど5.7倍、ね、1600円で仕入れたものは9069円と いうねえー、こんだけ、えー、金額差出てますそして家庭用プラネタリウムセガホームスター8335円で仕入れたものが14181円とでオーストラリアが食品の販売を開始したらお,もお菓子ももう一いそうです、ね、お待たせしました販売が開始されました、ねえー、ジャガポックル5090円で仕入れて、えー、2倍の、えー、11780円で売れてます それからね、主販免許ないと扱えませんけど、ウイスキーなんかも高く売れてます。4,320円で仕入れたものが12,359円で売れてると。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。実はオーストラリアのアマゾンはまだテスト運営期間中といったところ、最大都市のシドニーにブチルセンターオープンしていませんし、となったんです。これ オープンしましししたた月先月先オープンしましたまず6月にプライムサービスは開始されました。ね、これ去年始まったんですけど、プライムサービスは、ね、今年の6月まで開始されてなかったと。そして9月に、ね、最大消費地シドニーに物流センターがオープンしました。これで、ね、シドニーの住民がアマゾンの利用を開始します。10月に食品の扱いを開始しました。今月食品の扱いを開始しました。 これね、日用品である食品を扱うことでアマゾンに訪れる頻度が上がります。えー、おもちゃ、毎日、おもちゃ屋さん、毎日見に行く人はね、よっぽどおもちゃ好きの子供ぐらいしかいないと思うんですけど、スーパー、毎日行くって人は多いでしょうし、逆に、ね、週に,一度えー、もう週に一度もスーパーに行かないという人もこれまたまれだと。やっぱね、食品を扱うと、それだけ見に来る人が多くなりますんで、 だだいぶアマゾンの販売力は増えるだろうと、まあ、これから年末にかけてどんどん販売力がアップしていくことでしょう。今から売れる商品を見つけて12月の書き入れ時に備えましょう。まあ、日本には高く売れる商品がいくらでもありますが初めのうちは高く売れる商品を見つけるのが大変。また高く売れるけど扱わない方がいい商品。一見儲からないように見えるけど実は安く仕入れられて稼げる商品もあります。それら 高く売れて儲かる Amazon e で扱うべき商品の探し方をサポートするのが、転売アカデミーのサポートです。わからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついてます。そして、転売アカデミーのサポートは、儲かる商品を見つける方法を手取り足取り、親切、丁寧に教えるのは最大のメリットです。Amazon がオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるあなたは、 オーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。